体育祭にて。おっと、ただいま、三上がかなり猛烈性となっております。にしても鼻遅いな。トイレ行くって言ったっきり、全然戻ってこないし。それな、もしかして鼻、トイレ行くとか言っておきながら、どさくさに紛れてじゃないでに参加してたりして。まさか、大体、玉入れって3年生の競技を、私たちと同じ2年生の花が参加できるわけないじゃない。ほら、女子大とかでよくあるじゃん。トイレ行ってる間に勝手に会計済ませるやつ。だからそれと考え方は一緒だと思うよ。まあ確かに、そういうのっていないこともない気がするけど。それに話ってガスケグだし、ひょっとしたら玉入れに有利かもしれないわ。そういう問題なのかな。お待たせー。お待たせー、やないよ。こんな長い時間どこに行ってたの？もしかして、3年生と一緒になって名前入れでもしてたとか？え、何のこと？私、普通にトイレ行ってただけなの。なんということでしょう。あの三組が他のクラスを抑えて、まさかの逆転勝ちです。やっぱりトビリ参加してたでしょ。